済んだもんよ。ささやきプロンプトン。こんにちは、四国メタンです。済んだもんなのだ。今日も画像生成 AI にプロンプトをささやくのだ。プロンプトというのは AI に何を書いてほしいかを伝える英文です。魔法のように絵が出てくることから呪文とも言われます。あ、ビュートフルレディ、ウェアリングゴージャスドレス、インザキャッツル。町内で豪華なドレスを着た美しい貴婦人。あ、スマイリングガール、ウェアリングはスクールユニフォーム、インザクラスルーム。教室で笑う、学生服の女の子。あ、キュートメイド、ウェアリングはメイドコスチューム、インザビッグハウス。大邸宅の可愛らしいメイド。今日使っている画像生成 AI はワイフディフュージョンバージョン 1.5 ベータ2です。すごく綺麗に描いてくれるのだ。そうですね。でもどうしました？英語が難しくてプロンプト作りがはかどらないのだ。わかりました。これを使いましょう。今話題沸騰のチャット GPT です。チャット GPT は自然言語処理により会話を生成する AI です。聞いたことあるのだ。チャット GPT が絵を描いてくれるのか？チャット GPT は絵を描くことはできません。その代わりプロンプトを考えてもらいましょう。どうやるのだ？はい、実際の操作画面を見てみましょう。こんにちは。さっきズンダモンが考えてくれた3つのプロンプトをチャット GPT に教えて、同じようなプロンプトを10個作ってくれるようにお願いします。日本語訳もつけてもらいましょう。あ、出てきたのだ。おお、これはすごいのだ。どんどん出てくるのだ。面白いのだ。まだまだここからが本番です。チャット GPT が考えた10個のプロンプトから3個を選んで、それに似たようなプロンプトをまた10個作ってもらうのです。ひゃさらに3個選んで10個に。これは無限増殖なのだ。ズンダモン、声が変わってますよ。何のことなのだ？好みのシチュエーションを指定することもできます。例えばスポーツに関係したプロンプトでお願いしてみましょう。全部スポーツものになったのだ。次は乗り物です。飛行機、車、船、馬。ありがとうございました、チャット GPT。 どうでしたか？自分でプロンプトを考えると可愛い子を出そうとすわまり、発想の幅が狭くなるのだ。これに対してチャット GPT は定番から人間では思いつかないものまで多彩なシチュエーションのプロンプトを提案してくれたのだ。これらのプロンプトを画像生成 AI に適用することで、自分では想像できなかったようなクリエイティブなイメージを作り出すことが期待されるのだ。そう、そう、そうですね。これでささやき放題なのだ。それではプロンプトを作りましょう。いくつ作りますか？もちろん100個なのだ。わかりました。準備を始めましょう。おお、できたのだ。それではチャット GPT が作った100シチュエーションをワイフディフュージョンが描いた AI イラスト公開します。ただし尺の都合でこの動画は前編の50枚とします。残りの50枚は後編の動画を見てくださいね。さあお願い、ズンダモン。あ、ビュートフルレディ、ウェアリングゴージャスドレス、インザキャッツル。町内で豪華なドレスを着た美しい貴婦人。スクールユニフォーム、インザクラスルーム。教室で笑う、学生服の女の子。
大邸宅の可愛らしいメイド。ハッピーフロリスト、ウェアリングアメプロン、アットアザンアット、アットザフラワーショップ。店頭でエプロンと日よけ棒をつけた幸せそうな花屋さん。あ、パッショネイトミュージシャン、ウェアリングはレザージャケット、オンザステージ。ステージでレザージャケットを着た情熱的なミュージシャン。あ、ピースパイレート、ウェアリングはバンダナ、オンザシップ。船の上でバンダナをつけた精悍な海賊。病院で白衣を着た思いやりのある看護師。あ、ミスティカルベアリー、ウェアリングウィングズ、インディエンチャンテッドガーデン。魔法の庭の翼がある神秘的な妖精。あ、コンフィデントポリソンさん、ウェアリングはユニフォーム、オンパトロール。パトロール中の制服を着た頼もしい警察官。熱帯のビーチで快適な服装をしたのんびりした旅人。あ、ラムレディ、ウェアリングはフーティー&ショーツ、インザシティ。街でパーカーとショートパンツの若い女性。あ、トラディショナル芸者、ウェアリング着物、インアジャパニーズティーハウス。日本茶屋で着物を着た伝統的な芸者。結婚式で白いドレスを着た喜びに満ちた花嫁。あ、ソフィスティケイテッドウーマン、ウェアリングはブラックペンシルドレス、インディオフィス。オフィスで黒のペンシルドレスを着た知的な女性。あ、クリエイティブアーツと、ウェアリングペイントステインドクローズ、インアースタジオ。自分のスタジオでペイントがついた服を着た創造的なアーティスト。美しいトレイルを歩く、バックパックを背負った冒険心あふれる旅人。あ、データミンドローファー、ウェアリングはテイムシャト、マレーシングボート。レース用ボートでチームシャツを着た根性のあるこぎて。あ、チアフルガール、ウェアリングはサマードレス、オンザビーチ。ビーチでサマードレスを着た元気な女の子。サッカー場の陽気なチアリーダー。あ、エアフリートラベラー、ウェアリングはサンハット、オンザビーチ。ビーチでサンハットをかぶったのんびりした旅人。あ、アドベンチャラスカヤッカー、ウェアリングはスプレースカート、インアカヤック。カヤックでスプレースカートをつけた冒険心あふれるカヤッカー。ビーチでビキニを着たのんきな海水浴客。あ、エアフリーザーファン、ライディングウェーブズ、オンマサニービーチ。晴れたビーチで波に乗る屈託のないサーファー。あ、プレイスフルバレリーナ、ウェアリングピキュ、インアバレースタジオ。バレースタジオで父を着た優雅なバレリーナ。魔法の森でローブを着た神秘的な魔女。あ、コンフィデントサイエンティスト、ウェアリングアラボコート、インザリサーチラボ。研究室で白衣を着た頼もしい科学者。あ、データミンドボクサー、ウェアリンググローブス、インザボクシングリング。リングでグローブをつけた不屈のボクサー。お茶会でフリーツスカートを着た古風なお嬢さん。あ、パワフルスーパーヒーロー、ウェアリングはケープ、インザシティ。街でケープをまとったパワフルなスーパーヒーロー。あ、チャーミングベイカー、ウェアリングはメプロン、インザベーカリー。ベーカリーでエプロンをつけた感じの良いパン職人。あ、ピースウォリアー、
戦場の鎧をつけた凛々しい戦士。あ、スタディアススチューデントウェアリングフラッチェズインアライブラリー。図書館でメガネをかけた勉強熱心な学生。あ、スキルドサージョンウェアリングスクラブズインディオペリーキングルーム。手術室でスクラブを着た熟練の外科医。スタジアムの自信満々なアスリート。あ、カジュアルドライバーウェアリングサングラッツェズインザコンバーティブル。オープンカーでサングラスをかけた気楽なドライバー。あ、キュリアスエクスプローラーウェアリングアプスヘルメットインザジャングル。ジャングルで探検帽をかぶった好奇心旺盛な探検家。路地でレザージャケットを着たスタイリッシュな少女。あ、クールバイカーウェアリングレザージャケットインフロントオープンモーターサイクル。バイクの前でレザージャケットを着たクールなライダー。あ、スコーティアスリートウェアリングアジャージオンザバスケットボールコート。バスケットボールコートでジャージを着た選手。あ、コンフィデントパイロットインザコックピット。コックピットで制服を着た頼れるパイロット。あ、ミステリアスジプシーウェアリングカラフルスカーフインザキャラバン。キャラバンでカラフルなスカーフを身につけた神秘的なジプシー。あ、トレンディーゲーマーウェアリングゲーミングヘッドセットアドホーム。自宅でゲーミングヘッドセットを着用したトレンディーなゲーマー。山中でハイキング装備を着たワイルドな冒険家。あ、タレンキッドミュージシャンウェアリングタキシードオンステージ。ステージでタキシードを着た才能ある音楽家。あ、フィースラグビープレイヤーウェアリングはスクラムキャップオンアラグビーフィールド。ラグビー場でスクラムキャップをかぶった凄まじいラグビープレイヤー。インクで輝く優美なアイススケーター。あ、コンフィデントニュースアンカーウェアリングアスートインザテレビジョンスタジオ。テレビスタジオの自信を持ったニュースキャスター。あ、ミステリアスフォーチュンテラーウェアリングアショールインザディブリーヒットルーム。暗がりの部屋でショールを着た不思議な占い師。未来の遠い惑星で宇宙服を着た宇宙飛行士。あ、ストイックサバイバーウェアリングタダードクローズインザルーインドシティ。廃墟の街でボロボロの服を着た生存者。チャット GPT の驚異的な言語生成能力とワイフディフュージョンの魔法のような画像生成により、たくさんの新たなイラストが生まれたのだ。全員集合。気に入ったイラストがあったらコメント欄で教えてほしいのだ。残りの50枚は後編での公開となります。お楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。